ました。今日は実現できました。はい、はい、はい。はい、はい。やっぱインパクトが真っ白な、やっぱ広まる弁当ってこれは全面これで一番気遣うの何を小林さん気遣うの水の管理です水の管理天気が良かったそうですねそこのところで和気温がやはりお盆以降ちょっと下がっていただいたので、うん、私らの部下にはもう 1.9 っていう今年ですね、私がなんとか入って、7回の里コシヒカリがですね、4年連続ということで賞に入ったので私もほっとしてるし部会の皆さんもほっとしてると思います、はい今後の目標はですねやはりその今年で4年目と来年5年6年ということで、何でもですね、そういうコンテストでですねいい成績を収めて7回の里のコシヒカリをずっとですね、付加価値の高い米として続けていきたいというふうに考えております皆さん安心してですね、7回の里コシヒカリ一度食べていただければ2度3度ということで食べていただけると確信しておりますのでよろしくお願いしたいと思います